Got up this morning and I'm feeling nothing. Seeped from yesterday, pop out of my jeans. Oh. The date was 24 of July. You hold my hand for the first time. That was a time. Oh. おはようございます。本日はですね、皆さんスペシャルな動画なんですけれども、なんとなんとエリちゃんとコラボします。イエーイそう、斉藤エリちゃんとね、友達なんですけれどもエリちゃんとコラボしようってなって、なんかもともとドライブしたいねって話してたんですけど、ちょっとドライブが難しそうということで、今日はまあピクニックっていうか、ちょっとカフェとかでテイクアウトして、なんか公園とかでそれ食べながらおしゃべりみたいな感じでやっていこうと思います。で、私のチャンネルでは Vlog をね撮ろうと思ってるんですけど、エリちゃんの方のチャンネルでなんか質問をインスタで募集したので、それに答えていこうっていう感じでやる予定です。楽しみ。じゃあ準備してきます。よし、混ぜる適当に巻いてみました。ちょっとお散歩しに来てます。新宿御苑だよね。御苑公園かな。最初何て向か分かんなくてさ、分かんないよね。分かんなかった。御苑かなと思った。御苑でした。ちょっとね、風が強いんで。そうなんです。もしかしたら私たちの声聞こえにくいかも。マスクしてるしね。そう、マスクしてるし。今からなんだっけ、テイクアウト、テイクアウトそうしに行くんですけど、なんて呼ぶんだっけ、ボエム。あ、ボエム。そう、ボエムっていうレストランなんだけど、そのテイクアウトができるみたいなので、はいはい、そこにまず買いに行きたいと思います。行ってきます。イエイ慣れてなし不慣れ。こちら YouTube 不慣れかよってね。本当にね。じゃあ行ってきます。バイバーイ。なくなっちゃう。大切だから。
平日か休日かに分かれる。そう、平日のもう月火水木金はもう関係ないよね。区別がつきません。つきません。つきました。やっとくつきました。じゃあ皆さん、新宿御苑入っていく、入っていきましょう。マジ、うわーすごい、いい天気、楽しいね。で、目が開かない。楽しいね、さすがに。剣を買いますか。買いましょう。マジで眩しすぎて今愛想悪くなっちゃってる。本当怒ってないですよ。じゃあこちらね。はい。すごい。入場。入場。すごいですよこれ。すごいですね。な、何ですか。海外みたいな、あの。確かに。あれが。なん、どういう。なんなんだろう。すごい。いいね、芝生。ねえ、私さ、アスレチック行きたいんだよね。え、あんのアスレチック。え、ないと思うけど。普通に、そう、普通に他のアスレチック行こうよ。行きたいよね。体動かしましょうの回で。好き？体動かすの。いや、私超苦手だけど。あ、苦手。でも、嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。球技が苦手。あ、球技ね。むずいよね、球技は。どこに行こうか。ここが多分めっちゃ芝生。あ、良さそうじゃん。日本庭園とかもあるの、すごー。え、いろいろ楽しめそうじゃん。ね。それ芝生に行きますか。こっちだね。JK みたいなことしちゃって、しちゃって、もうプリとかも取らなくなったもんな。最後にいつ取ったの？いや、分かんない。もう本当リアル2年前とかじゃない？え、すごいな。だって去年さ、ほとんど外出れなかったじゃん。そうそうそう、取る機会がまずないもん。でもプリ機のやつだよね。ちょっとやられます。ありがとうございます。青春。あ、青春ね。青春です。青春です。自分であのあれだよね、なんかタイミング、そうそう、決めてできる、決めれるやつだよね。大人数受けるやつ。あ、カメラ動かすやつ。あ、そう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 、見えてきました。いいね、あんまりいないね。確かに。わー、わー、あ、すっごく気持ちいいです。気持ちいいです。日向がいいよね。日向がいいね。綺麗かも。木の感じがもし大丈夫であればこっちの方が綺麗。あ、まあ、でも大変だな。こうなってるからもしかして。やや、やや、ギャルギャル行こう。お、いい感じだ。いい感じ。うん、よっしゃー。わーい、ザザザ、すごい。開けてください。お願いします。じゃあ、これもちょっと飛んでいかないように。そうね、行きます。はい、せーの。うわー、どうです？綺麗。うわー、
いいやん、いいやん。盛れてるよ、あんた。きれい。うわ、美味しそう。じゃーん。シラス。でかー。クリームパスタみたいな。パスタピスタです。みたいな。やつ。いやー、美味しそう。芝かシラスか分かんなくなっちゃうじゃない。あ、うまい。それだけは阻止したい。ありがとう。初めてこういう。え、同じく。あ、本当に、うん、ここまでちゃんとしたのしたことない。やってそう。なのに。やってないよ。うん、あ、最高。なにこれ。まだ乾いちゃったから飲みたい。そうね、飲もう。乾杯しますか。乾杯しましょう。じゃあ、乾杯。感はクリームが美味しい。へえ。割とチーズが濃厚な感じですね。うん。久しぶりも OK です。OK。しっかりしてくれた。おいしい。ありがとうございます。こっちだ。パスタ美味しそう。いや、美味しそう。なんかさ、形すごい。
この辺行ってみたいな。あ、そうなんだ。感じがする。なんだっけ、パスタとスパゲッティの違い。え、あんの？うん、おいしい。おいしいよね。わかるし、なんか言いたいことわかる。わかる、パスタとだからかな。食感もなんか濃いよね。うん、よね。うん、あ、海苔がいいね。ふわっと海苔が。嘘した？うん。何忘れてたわ。なんか、あ、海苔か。海鮮系の、うん、香りが。磯の香り。美味しい。質問コーナー取らなきゃいけない。やるか。質問コーナーあった方がいいもんな。そうだね。質問コーナー、今から取ります。あ、いい感じだったわ今の。本当？うん。なんか、うちらお友じゃない。いや、昨日あげたさ、写真が懐かしすぎて。あれ懐かしいよね。わかって思ったんだよ。タイトルでいこっか。そうしようか。何の展示会でもしようかな。めちゃくちゃついてるよ。なんかまあでも楽しんでるよって、でんぐり返しでもしとく。激しすぎ。やってみる。そんな見せたことないんだけど。やってみる。やってみるね。じゃあやばすぎ。ネタのために体張ってますっていう。力と、いや私まず大小前転とか飛び込み前転とかやってたんだけど。なんかさ、でんぐり返しの位置高くない？やばいよね。ガチのやつだって今。いた。綺麗。綺麗何回。綺麗何回。できるんかい。できるんかい。本当、ね。うん、めちゃくちゃ綺麗だったよ。さすが。いた。全然なんかこう痛いわ。え、ちょっと私後転していい？すごい。後転。ハードのやつやるじゃん。なんか私より。開脚前転でもさ。さそう、なんか、いや私開脚前転めっちゃ得意だからね。マジ？うん、やろうかな。じゃあちょっとお願いしてもいい？結構ね、あの周りに、そうだね、めちゃくちゃ恥ずいんだけど。悲惨なことになる。よし、逃げます。あ、そうやるやつか。すごっ、の良さが。頭痛い。いないよね。地味に痛いで、これ。はい。頑張りました。頑張りました。21歳選手。はい。やば。なんかだいぶ盛り上がってた。絵的には。
いしょ。ゆっくりしてまーす。
人っていうか、なんかある程度の面識とかがないと無理な人なんよ、いきなり動画でみたいなのが、ね、動画テンションみたいな、そうそうそう、なんか全然やってこなかったとかも、そうだよね、でもあれよね、日常から撮ってあげるのがそう素敵だなって、しもちゃんとかそういうの多分いけるタイプじゃない、ね、いや、なんか存在がおしゃれだから、いや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 逆にいけるじゃない、いやマジいやよ、気になると思うよ、私生活、いや、なんかじゃじゃ気になるわなんか謎だもんだって本当だから、そこばっか格好つけるのいいとこしか見せてないから、いや、私もそうだよ、でも前ね、DM かなんかで、ね、なんか幸せそうでいいですねすごい嫌んでそうそう、あの大変そうだなって思ったけど、でもそりゃそうってやって、ね、いいとこしか見せてないから、え、えりちゃんもそうなの、え、そうだよ、え、超安心する、かっこつけてる生活でダメダメだから、ダメだよね、そういうとこって言われてばっか、でも意外だわ、それは見えない、I'm not really sure what happened just now. It's all a blur from when you walked in, walked out. I'm used to being on the ready, but you got me unsteady. Driving home, going in circles with questions. Something about you's got me pulled new directions. I'm not used to second guessing, but you got me unsteady.Stop thinking about you. Trying to sleep, but no pillow will do. I'm running my mind over time. 楽しかったです。楽しかった、本当に。ね、あっという間だったね。いい時間を過ごしました。もう公園が閉まっちゃうので。そう。早いね、うん、4時半なんですけど今、そう、4時半なんですけど、ホタルが流れて始めてます、帰宅しますいい子門限ちゃんと守るタイプ、いい子タイプで、門限あったでもないかも、昔お姉ちゃんいいんだけど、うん、お姉ちゃんがだいぶこうなんか妹って緩くなる、あー、え、私逆だったかも、お姉ちゃんが結構やんちゃだよみたいなだったから、あ、まあそんな厳しくはないんだけど、うん、まあでも割一応門限あったりしてたかな、ちっちゃい頃はね、ちなみに小学校ぐらいの時に6時とか、それは確かに、いや行き過ぎた、中高くらいだったからそれはあんまなかったかな、まあ暗くなる前に帰りなよぐらいだったかも、さすがに多分そもそもがさ、そんなね遅く帰んないからね、きっとそうね、うん、やることないしね、多分、そうそうそう、ほんと夕日っていいよね、夕日派、朝日派、あ、でも朝かな、え、そうなの、うん、なんか夕方って結構終わりを感じて、あー、確かにね、ちょっと寂しいから、寂しい感じはあるね、朝活とかの方が生き生き、うん、え、そうじゃ朝活しようよ、朝活しよう、しよう、え、したことなくて、あ、ないの、あ、ほんとに、私愛知県民じゃん、じゃあね、あ、そうだね、そう、愛知なんだけど、うん、愛知結構ね、なんかモーニングって言って、あの、あ、あんこだっけ、あ、そうそうそう、コメダとかもだし、結構こう喫茶店に行くみたいなのがあって、行こう今度、しようぜ、じゃあ、ありがとう、今日はありがとうございました、なんかありますか、言いなかったか、言っときたいこと、とにかく、いや、なんかね、マジほんとこれ動画とかなしに、しのちゃんのことマジ好き、嬉しい、愛溢れた今日一日より、嬉しい、そう言ってくれたんですけど、経由一日でしたよかったです、じゃあまた近々近々、バイバイ、ありがとうございました。